はいどうも、沖縄の杉です。今日もね、妖怪ウォッチ、続きをやっていこうと思います。ただ今回ね、ちょっと、ミスったのか、なんか、音がうまく入っていなかったんですね。妖怪ウォッチの方の。なんだろう。まあ、とりあえずですね、こちら、まず、頑張ったっす。もうね、全然、これ、仲間にすることができなくて、あれだよ、なんか、スイーツも何度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 もコンビニに買いに行って、で、一生懸命、借りまくって、あれ?で、やっとね、まあ、夜中か、布団の中で辛味噌を捕まえることができてね、もう思わず布団の中でもガッツポーズしたというくらいの、展開でございましたが、すげえ、なんでこんなに俺時間かかったんだろう。まあ、とにかく辛味噌と、合成できて、無茶ぶりっ子、ゲットっす。よかった。疲れた。まあ、それでもとにかく気を取り直して、今日も続きをやっていきますよ。相当、パワーを消費したって感じでございますが。さあ、とりあえず、確かに、なんか、無茶ぶりだよ。移動遊園地に。サーカスはどうなるんだって。まあいいや。というわけで、私を合成に連れてって、バッチリ解決でございます。お疲れ様です。というわけで、今度こっち。マックと一緒に、まあ、ようやく、テントの中、サーカスを見に行くことになります。もうこのまま、サーカス周りのクエストは、一応全部クリアしたよな。でだ、レディース&ジェントルマン、本日はようこそ、集まりいただきました。今夜、まあ、何か。ピエール、あれ?逆立ちでコーラ飲んでってやつじゃ、違うピエールか、こいつは。ああ、うまいなぁ。で、一応逆立ち。おすげえ。コーラ飲まないね。はい。俺にもできねえよ。すごいな。あの声はってドロシーとマックってなんか関係があるのかな。このお嬢様すげえ。できたらすごいっす。お嬢様の隠し芸としてこういうピエロのね、空中ブランコ。空中ブランコどうなった?あ、終わった。はい。すごかったな。やっぱ最高だぜ。すごく楽しかった。チケットありがとうな、と。おや?教授?うっす。ダイモン教授。もう知り合いっす。お願いしたい。またかい。またかい。気まぐれゲットな。気にはなるけれど、ヌーの、まあ、ヌー、ちょっと今度、久しぶりに本屋でチェックしてみようと思います。ヌーってあるのかな?ヌーじゃねえよ、ヌーだ。はい。じゃあ、まあ、ストーリーリンクしてまた、日本の方、女の子の方、はい、こっちの女の子のストーリーの方、行きます。行かなきゃならないってことか。さあ、行こう。ストーリーリンク発動。行くっす。女の子の方のストーリー、どうなってたっけ?はい。紫唇の変な妖怪。ゾンビナイト、てんてんてん。そんなもの起きるわけございません。あれ?これちょっと前の会話ってことか。ゾンビナイト、ウィスパー知ってるはずだよな。まあいいや。以上、こんなもんかな。こっから下には遠くないみたいだしさ。夜のアバニチは、行くしかないのか。夜の青葉原。さて、じゃあ、夜に行くっす。けれど、そのつもりだったんだけど、夜に出かけたら、そりゃそうだ。あ、ハク、久しぶり。ハク、俺もいい夢見たいよ。マジか。いいな、疲れが抜けるような。ただでございますか。よし、ありがとうございます。さて、夜、寝るときに目覚まし時計をセットできるようになった。夜の時間にセットしてから寝よう。目覚まし時計。
まあ、目覚まし時計セットして、じゃあ夜に、うん、これでいいか。ではおやすみなさいまし。うん、てかなんで妖怪ウォッチのキャラたちって布団かけずに寝るんだろうな。掛け布団の上に寝ちゃうという、まあいいんだけど。さてというわけで、もう夜になったんで、おはようございます。うん、まあはい、行こう。本当にまあこの子は部屋の趣味がなんか女の子っぽくない。うん、おうよし、変なの、確かに変なのだな。まあ、とりあえずこれで夜も自由に動けるってことで、さ、行くっすか、夜のおば。ここ、なんかこう画面が、なんか画面の周りふわふわっと紫の、なんか、おや？何これ？なんだっけ？なめこの、なんだっけ？うん。なめきち。何が起こってるだに。アンビリバボー。妖怪発見。あれはアンビリバボー。妖怪アンビリバボーだに。アンビリバボーを追いかけよう。さて、どっち行った？こっちか。こいつら何をやってる？ね、さて、信号無視しちゃったけど、とりあえず自転車で追いかけるよ。あれ？え？ここ入ってった？どこ行っただかに。はい、お客さん待たせてる。あれって、なんかいきなり服装変わってるし、なんじゃこりゃ。っていうか足、片足上げてポーズが。メイド服ね、はい。一度ぐらいはメイドカフェって行ってみたいんだよな。行ったことないし。さあ、もうとりあえず、どうすればいい？愛情オムライスをウサピアに食べさせよう。なんかこいつダメって言ってる。ご主人様、愛情たっぷりでしょ、召し上がれってどう見てもオムライスの色じゃないだにって、こんなの食べたら死。いや、妖怪は死ぬ。うわ、これは、ああ、死ぬよ。うわ、ご飯緑。うわぁ、うぷってな。まだまだありますよって。おい、大盛り10個。本当にきついよ、それは。アンビバボーね。よいしょ、とりあえず追いかけていくか。こんなことしてる場合じゃないだにな。なんでもいいから早く追いかけるだに。そう、行くっすよ、行こう。つうか今度は、そしたらなんかね、次はニア KB の、はい、ステ建物の中にアンビリバボ行ったんだけど、あのニア KB、 まあいいや。おや、今度はステージの上ニア KB になってる。いい。ふささたん。これは？やり方がよくわかんないです。どうなってんの？あ、こういうことか。これか。これで受け止めるってやつか。で、これでポイ。よし、OK。やっと意味がわかった。うさぴょん喜びすぎだに。
うさぴょん、喜びすぎだよ。あ、アメリバもまた嫌がった。っていうか、一人だけステージの上で調子に乗って踊ってるやついるんだけど、何やってんだあいつは。うん、もう逃げられない谷よ。で、どうすればいいんだ。ババ、うん、こいつ何してんだ。うん、たかがうさぴょん、バブーしろ。谷、なんかまたすごいの出てきた。妄想もんもん、妄想世界。おう、へー、あー、そういう妄想を持ってたんだねこの子は。うん、メイドカフェで働きたいとか、にやけびにも、うん、最高っすね。騙される。うわうわうわ、うわ、これも、妄想じゃ妄想。あー、妖怪ウォッチは一体どこに、どこ、何を目指してるんだろう。うん、現実に戻れなくて、それは困るっす。助けてセラピアーズ、あの気持ち、え、一緒に戦うのよって、え、私も何。あ、なんか嫌な予感がしてきた。って、おい、おい、いや、ダニーだよ、本当に。うわー、変身してんの、こいつ。うわー、もうわけわかんない、ダニー、本当わけわかんない。っていうか、本当に妖怪ウォッチはどうなって、何を目指してるんだ、このゲームは一体。よくわからんが、とりあえず、何が起こったらかよくわかんないけど。セラピアミソラ、谷、あら、4番目の戦士。どうすればいいんだ。まあ戦う、戦えセラピアミソラ。えい、とりあえずじゃあやっつけるか。何でもいいから、あんな気持ち悪いやつ。そう、気持ち悪いじゃん、うん、頭といい、目が3つある、うん、私たちに勝てるって。はい、勝ったっす、一応勝ったっす、よかったっす。え、もう別れって。本当、一体何がしたかったんだよ。まあ、やっぱりこのセラピアーズだけか、これも妄想世界か。うん、妄想世界だよ、妄想世界。まあ、ありがとうって言われたからいいですよ。はあ、いいな、妄想世界で。まあ、ありがとう、セラピアミソラ。妄想世界、終わりでございます。本当に、なんだろう、妖怪ウォッチは一体何を目指してるんだろうな。ほら、見事に解決したようだな。調子とのおじさんもこのついてこい、お前さんたち、ね、この人なんかすごい人。いいもんって何くれる。まあ行ってみよう、こんな夜。あれ、こいつもついてくるか。あ、おう、探偵事務所。おお、事務所ゲットだぜ。いいな。しかも特別にタダで使わせてくれるなんて。バブバブ。ふんふん、なるほどだね。楽しくなってはしゃいで妄想世界に引きずり込まれそうになった。けどアメリバボンもなんか変なねえことしてたし。おお、服装が
名探偵がよく着てるあの服まあ、あね、相棒の見た目、相棒の見た目、名探偵の相棒の服装ってどんなのだったっけ。これは相棒っぽくないんだけど、まあ、ナメキチさんになったってことで、はい、このままダスベーダーモード、ベーダーモードになるんだか、ならないな、ならないな、ならないな。よし、まあ、というわけで、こんなところで今回は終わりにします。音声がうまく入っていなくて申し訳ない。というわけで、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。